計画中止となったイージス・アショアの代わりに、イージスシステムを搭載した艦船の建造が開始されています。さらに、スパイ7レーダーシステムのデモンストレーションが行われ、その革新的な能力が実証されたという報告をキャッチしました。今後の展望として、海上自衛隊は、この新型イージスシステムスパイ7を装備する計画があることから、その性能詳細に注目します。今回詳しく見ていきますね。また、防衛予算は、GDP の 2% に相当するまで増加予定で、中国の軍事的圧力に対抗するために、長距離攻撃兵器の導入を、1年前倒しで進める方針です。これにより、日本の防衛戦略の次の一手が注目されています。2024年現在の日本は、今の自国を取り巻く安全保障環境を、太平洋戦争後の79年の中でも最も悪化した厳しい時期にあると判断しており、昨年2023年度分から、防衛予算案の総額を段階的に引き上げていく方針を打ち出している。2021年10月に発足した現岸田政権は、そうした背景を受けて、2023年度から2027年度までの5年間の防衛予算の総額をおよそ43兆円とする施策を進め、これは対 GDP 比で最終的に 2% を超過するものとなる。こうした岸田政権による防衛予算の増額は、勝手長期政権を維持した故、安倍晋三氏の政権においても無視えなかったものであり、単純に比較することは難しいが、国際情勢の変化が日本の世論の変化を後押しした結果とも言えるだろう。日本の周囲を取り巻く安全保障環境の悪化とは、核開発や各種のミサイル開発を止める気配などみじんもない北朝鮮や、言うまでもなく、2000年以降に急激な勢いで軍拡を推し進める中国の脅威が高まったことに起因している。すでに日本の最大の仮想敵国が中国となって久しいが、2022年2月のウクライナへの軍事侵攻以降は、ロシアも北方領土方面をはじめ、日本への威嚇行動を強めており、こうした敵対する隣国の動きが活発化していることは間違いない。そのような中で、防衛予算の大幅な増額へと舵を切った日本では、これまで保有してこなかった長距離打撃兵器を反撃能力と表現して整備していく方向にあり、それらをまとめてスタンドオフミサイルと呼称している。スタンドオフミサイルの大まかな定義は、敵の防空兵器の射程圏外から攻撃が可能なミサイルのことを指しており、自軍のそれらのミサイルの発射母体を危険にさらすことなく、敵軍の標的を排除するものと説明されている。日本が保有をすべく、開発や調達を進めているスタンドオフミサイルの代表例としては、国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾が挙げられ、また、アメリカからのトマホーク巡航ミサイルもこれに該当する。これら国産の12式地対艦誘導弾の能力向上型や当初防衛用の高速滑空弾、そして、トマホーク巡航ミサイルに共通している要素は、対艦攻撃に止まらず、対地攻撃も長距離から担い得る点であり、この点において、従来の兵装と一線を画している。しかし、政治的に見れば、射程距離がおよそ 1000km を超えるこれらのスタンドオフミサイルは、左派を中心とする勢力からは、自衛隊が憲法上で保有を禁じられている攻撃的な兵器に当たるとして、折につけ、今の政府の方針を非難している。日本の伝統的とも言える左派の代表として、今も根強く、一定数の支持基盤を有する日本共産党などの考えは、その機関紙である赤旗の紙面上の主張にて、当然、これらのスタンドオフミサイルの保有を激しく非難している。かつての東西冷戦時代は、長距離攻撃が可能な兵装は敵基地攻撃能力と呼称されてきた経緯があり、その、いかにも攻撃的な名称は、国民にマイナスの印象を与えかねないと判断されたのか、今の日本政府は、これを反撃能力と呼び換えることで、批判の矛先をかわそうとしているようだ。個人的には、そのような政治的な対応が理にかなったものであるのか否かの判断はつかないが、これだけ尖閣諸島周辺における中国の圧力の増加や、台湾に対する同国の武力による恫喝を目の当たりにすると、
その必要性は論じるまでもないとは感じてしまう。そのそも、兵器自体を攻撃的なものか、防御的なものかに線引きすること自体が今や困難であり、敵から攻められないように、事前に対処方法として長距離打撃兵器を準備していかなければ、攻撃を受ける可能性は格段に高まることは想像に難くない気がする。そうした今の日本が置かれた安全保障上の厳しい状況を打破する一策として、先に挙げた各種のスタンドオフミサイル類を多数搭載しようというコンセプトのもと、建造が行われようとしているのがイージスシステム搭載艦であろう。イージスシステム搭載艦は、2020年6月まで、秋田県と山口県の2カ所に設置が予定され、日本の今後のミサイル防衛を支える切り札と目されていた、陸上配備型のイージスアショアに変えて2隻が建造されることとなった艦艇である。イージスアショアは、秋田県と山口県の2カ所の陸上自衛隊の管轄下の地に設置することで、日本全国を365日24時間体制でミサイル防衛を可能とすることが期待されていたのだが、装備する迎撃弾である SM-3 の問題から導入が中止された。これは飛来する敵の弾道弾を迎撃する SM-3 には発射後に加速をするためにブースターが取り付けられているのだが、打ち出され役割を終え不要となったブースターを切り離すにあたり、その落下位置を制御することが困難という理由であった。この当時の報道によれば、イージスアショアから発射される SM-3 のブースターの落下位置を確実に制御するには、使用されるソフトウェアへの改修が必須であり、その費用と開発に要する時間的な余裕がないと判断された形とされた。乱暴な素人考えでは、落下してくるブースター部分に対し、近隣に迎撃用の機関砲や小型のミサイル等を配備することで、危険性を低減させることも考えられたのではないとも思うのだが、まあ現実には難しいのだろう。イージスアショアは、そもそも、イージス艦に搭載されている SM-3 発射用の VLS 垂直発射艦と、敵目標を探知し追尾するレーダーを陸上に設置するように改めたもので、その意味では、新技術が用いられたものとは言えない。この時、イージスアショア用に用意されたレーダーが、ロッキード・マーティン社が開発したフェーズドアレイレーダーのスパイ7であり、2018年7月には、時の日本政府は、これを2機購入することを決定した。イージスアショアの導入中止が確定した後も、すでに発注していた、このロッキード・マーティン社製のフェーズドアレイレーダーのスパイ7を、キャンセルするには違約金が生じるとも言われ、代替するイージスシステム搭載艦でも、その流用が行われる。この点に関し、日本の一部の軍事関係者からは、イージス艦の代名詞たるアメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新のバージョンにあたるフライト3では、レイセオン社製のスパイ6が採用されたことを受けた批判が見受けられた。いわくアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の最新バージョンである、フライト3のレーダーに、レイセオン社製の AN-SPY-6 が選ばれたということは、以後の海上自衛隊のイージス艦も、それに準じる可能性が高く、イージスシステム搭載艦との連携が危ぶまれるとする指摘だった。しかし、フライト3以前のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦のレーダーは、スパイ7と同様に、ロッキード・マーチン社製の AN-SPY-1 系統のものであり、日本の現行の8隻のイージス護衛艦もそれらを装備している。そのため、ロッキード・マーティン社製のスパイ7と、レイセオン社製の AN-SPY-6 とは、性能面でもほど同等だとアメリカでも評価されている上、当のアメリカ海軍でも両者を併用して使用していくことに異論は見られていない。すでに、2022年頭に、ロッキード・マーティン社は、スパイ7が、イージス武器システムの BLJ-7B と連動したテストにおいて、SM-3 のブロック 2A を用いて、敵の弾道弾との交戦能力が実証されたとのコメントを発している。日本でのイージスシステム搭載艦の建造も、一番艦が、三菱重工業社社によって、今年2024年中には寄港される予定となっており、進水は、2026年、収益が2027年止めされているため、並行して、
スパイ7の最終的なテストの完了も伝えられるのだろう。